はいどうもじゃあササイアンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今回は昨日から新聞やウェブメディアでにぎわっている日本学術会議のお話になります。菅首相が自分に都合の悪い人間6名をですね意図的に排除したのではないかというあれの問題でございますけれども、ただこの日本学術会議という団体組織、調べれば調べるほどですね左界隈のダブルスタンダードが浮き彫りになってきてですね、君らは何を言ってんだと、そんな感じのですね目が点になるような内容になっております。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思ってくれた方はですね、動画の再生中でも OK ですのでチャンネル登録お願いいたします。ではね、早速記事読みから参りましょうか。毎日新聞より見出しがですね、学問と政治の関係の大きな分水で学術会議に政権の人事介入揺らぐ独立性ということで、なんだかのっぴきならぬタイトルがついておりますけどもね、この記事かなり長いのでところどころ端折って読んでいきます。はい、それでは本文いきましょうか。日本学術会議に対する政権の人事介入が明らかになった。第2次安倍政権発足以降、首相官邸による官僚人事の掌握が政と官の関係を歪め、多くの弊害を生んできたとされる。学者の間では、政府の主張に反する特定の立場の人間を排除する学問弾圧につながりかねないと危惧する声が広がる。いきなりで申し訳ないんですけどもね、毎日新聞さんね、その官僚人事の掌握が多くの弊害を生んできたという部分、その弊害って具体的に何か教えてもらっていいでしょうかね。僕ら国民はくだらない縦割り行政のせいで国民全体の生産性が落ちているんですよ。そういう縦割りを打破したいからこそですね、政治家に権力を与えるんであって、どっかのねビーチなんとかさんみたいに免受腐敗こそ官僚の仕事みたいなのを野放しにする方がよっぽど害悪なんですけどもね。はい、それで9月28日夜、日本学術会議の事務局に10月1日付で首相が会員に任命する学者らの名簿が内閣府から送られてきた。学術会議が推薦した105人分の氏名が記載されているはずだが、いくら数えても99人分しかない。なぜ人数が足りないのか。事務局の問い合わせに内閣府官房人事課は次のように答えたという。人事上の問題で理由は回答できない。会員210人からなる学術会議は3年に1回、半数の105人を改選する。学術研究団体などから提出された推薦書をもとに7月9日の臨時総会で候補者105人が承認された。そして8月31日、安倍首相宛てにその一覧表を提出。約1ヶ月が過ぎ、いよいよ新体制始動という矢先の任命拒否の通告だった。これはシュールな話ですよね。笑っちゃいけないんだけども、笑っちゃいましたね。だってですよ、何かにつけて安倍がって言ってるような人たちが、安倍さん続投だったらね、この内定人事そのまま10月からスタートできたかもしれないのに、安倍さんが辞めたおかげで6名が残念な結果になるというね、今の頃この6人は安倍さんの方がマシだったかもしれない。安倍ロスみたいなね。そんな言葉が脳裏に浮かんでるかもしれませんよね。はい、そして。なぜ政府は推薦された6人を任命しなかったのか。政府はその理由を明かさないが、安全保障法制や共謀罪を創設した改正組織犯罪処罰法の制定に反対を表明するなど、菅政権が継承した安倍政権の看板施策に物を申してきた学者が複数含まれていた。会員については学術会議の推薦に基づいて首相が任命すると定めている。ただし、1983年の国会審議で学術会議の実践について問われた当時の国務大臣は、政府が運営に口を入れることはない。学会から推薦されたものは拒否しない。形だけの任命をしていくと答弁。独立性は担保されているはずだった。しかし、学術会議のある関係者は、第2次安倍政権の発足以降に、会員の欠員が出て補充する際などには、官邸からクレームが来たことがあったと明かす。それでも、学術会議の総会で正式に組織決定され、事実上オープンになった推薦者を任命しなかったことはなかったといい、これまで認められてきた自律性が全く無視されるようになった。今回の案件は学問と政治の関係の大きな分水嶺になると危惧する。いや、学問に政治的な思想を持ってきてるのはどっちかっていうと学者側の方ですけれどもね。なんで笹山がここをね、そういうふうに断言するのか、後でまた話します。とりあえずね、先に急いでいきます。日本学術会議は1949年、専門分野の日本人科学者の代表機関として設立された。法的には首相の所轄下にあるが、太平洋戦争時に科学者が戦争に協力したり動員されたりした反省を原点に、科学に根ざして政府から独立した立場で政策提言や海外の学術団体との連携などに取り組んできた。優れた研究業績を有する科学者の中から選ばれた210人の会員と約2000人の連携会員で構成。
さんは内閣府から出ている約3年に1回まとめる大型研究計画に関する方針マスタープランは文部科学省が優先的に進める計画ロードマップ策定の際に重視される。はいはいはい、やっと出てきましたよ皆さん。ここテストに出るんでカラーペンでギュッと引いてくださいね。もう一回やっておきましょうか。カラーペンでギュッと引きましょう3年に一度学術会議が作るマスタープランを見て文科省のロードマップが策定される。ここですよ、ここここ。これをね、曲解すれば免住腹背の貧困調査でおなじみのビーチなんとかさんがね、あんな官僚がですよ、日本学術会議と結託すれば日本の学問をどう色づけていくのか操作できるっていう意味に取れます。この話はそういうことなんですよ。政府の意向だとか国会議員の意向を無視できるフリーハンドな部分にこれね、手を今ね突っ込もうとしてるんですよ。だから皆さん左の方は怒ってるんでしょ。違うの、ちゃんとここ説明してくださいよはい、そして日本学術会議法は冒頭で我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献を使命に掲げる。そのため軍事との関わりには一貫して慎重な姿勢を示しており、50年と67年には戦争を目的とする科学研究を行わないとする声明を出した。2015年に防衛装備庁が新たな研究資金制度を発足させた際も17年に改めて声明を出し、軍事研究とみなされる研究について審査する仕組みを設けるよう大学などに求めた。はい、ここもねテストに出てくるところですよ。要するに日本学術会議のせいで大学の実験データや新素材新テクノロジーが軍事転用できないということになっているんですよ。こんな非効率なことをしているからいつまでたっても日本の軍事産業は高コスト体質のままなの。さらに言っちゃうとですね、そこで軍事転用 NG ってやっているとですね、世界の大学と比べてね、研究費がね、やっぱり削減されちゃうから、どんどん研究が遅れちゃうんじゃないんでしょうかね。軍事には莫大な研究開発費が投下されていてね、他の国の大学というのはその予算を分取ってきて引っ張り込んで共同研究をって最先端の研究をやっているんだからさ、大学の研究予算が足りないっていうんであれば、あんたらがその、ね、防衛省の防衛予算を分取ってきて、そして研究すればいいんですよ。軍事転用は X って言ってるやつらこそですね、僕から見れば理想論を掲げて仕事しないやつにしか見えませんよはい、それで学術会議の元第一部長佐藤陽東大教授は、学術会議はしばしば政府方針に反する意見を表明してきた。任命権は官邸にあると誇示することで学術会議の活動の牽制を狙っているのだろうと指摘した。私どもは選挙で選ばれている、何をやると方向を決定したのに反対するのであれば移動してもらう。菅首相が総裁選の最中フジテレビの番組で政府の方針決定後に逆らう官僚は移動させると明言した。日本学術会議は官僚とは異なる独立性の高い組織だが、任命権者は首相。今回の介入にはたとえ科学者であっても首相の意に沿わなければ排除するとの姿勢が滲んでいる。加藤官房長官は1日の記者会見で、学術会議は法律上首相の所轄で人事を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能となっている、その範囲の中で行われていると説明。専門領域の業績にとらわれない広い視野に立って活動していただきたいという観点から任命したとも述べ、一定の基準を持って6人を除外したと示唆した。おしまいと。はい、まだ記事は続くんですけども、後の方はですね、立憲の安住さんだとかね、共産党の志位さんがこの反対の立場でコメントしているだけなので割愛させていただきますと。でですね、ここはテストに出ますよと言った通り、この学術会議の提言を受けて文科省が教育分野のロードマップを作るんなら、それこそ危ない組織ですよ。ここはね、国民目線が全く反映されない、ただの権威主義者たちの集まり、刷り込みで働くロードマップになるんだったらめちゃめちゃ怖いでしょうよ。それとこれは同じ毎日新聞の別の記事なんですけども、今回学術会議で排除された側の加藤陽子東大教授がですね、首相が技術会議の推薦名簿の一部を拒否するという前例のない決定をなぜしたのか、それを問題にすべきだとコメントを出しております。そんな前例を踏襲したいね加藤教授に、私笹谷からこの言葉を送りたいと思います。前例がないという人間は私にはアイデアがないということなんだ。でも私にはアイデアがありませんと恥ずかしくて言えないから、前例がないという言葉で逃げようとする。バイ川淵三郎チェアマンまあ要するにですね、前例だとか慣例だとかそういったことを打ち出す時点でもう負けちゃってるんですよ。勝負に負けちゃっている。加藤教授はこんな素晴らしい本を書いてるってね、人たちそういったね応援メッセージとかも今ね出てきてるみたいなんですけども、そういう権威主義をね前面に持ち出すというのは大学構内だけにしてほしいんですよね。対決するならもうちょっとかっこいい理由付けで対決してください。あ、それとね、この学術会議の問題、
産経読売の記事はかなりあっさりめなんですよね。騒いでるのは朝日毎日東京でしょ。左寄りの連中ばっかりが政治介入だっつって騒ぎ立てている。それこそ政治色が強い証じゃないですか。ね、左が騒いで右が静観。面白いくらいね、政治色のコントラストが出ているじゃないですか。政治色を出して攻撃して政治色を出すなという。それって完全にダブルスタンダードとささやは思いますけどもね。皆さんそう思いませんか。これダブスタだと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ今日はね、ちょっとね、話題が難しい。難しかったので最後くらいはですね、ゆるい謎かけで締めたいと思います。菅政権の剛腕とかけまして、日本学術会議のお仲間たちとっておきます。その心は教授だけに教授します。これをひねくり出すのにですね、30分ほどかかってしまいましたよ。大抵無理くりひねり出したギャグだとか謎かけっていうのはね、切れ味が全然悪いんですよね。調子がいい時はですね、10秒くらいでポーンと出てくるんですけどもね、おかしいな。本日も面白かったよ、ためになってって方はですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。サザエンでした。